はあ、これ鹿だな。あれ笹の葉食べてんのかな。ちょっとね雪がだいぶ溶けてきたんですが、あれ足跡増えてる。これちょっとね、あでもちょっと古いか。未だにどこに鹿がいるんだがつかめておりません。この栗畑に来てる鹿をなんとか取りたいんですけどね。どっから来てんのかな。で前のね足跡の流れから見ると、どうやらこの栗畑がある谷のもう一個隣にいそうなんですけど、そっち行ってみようかな。これ帰ってんのでもどっちだろう。あ、糞してる。多分これ親子だな。どうやらね、前はこの栗畑がある谷の本当に谷の部分から出入りしてたんですけど、今はねこっちの尾根に出て、尾根の一番端っこの方から、尾根をずっと伝ってきて、その尾根の一番端の方から入ってるみたいな感じにどうやらなってますね。で何食ってんだろう。この辺のなんか枝とか食べてるんだろうな。前回入った時よりは痕跡は結構多いんで、まあなんとかなるか。これ笹、あ笹食べてんな。へえ、こういうの食べるんだ。あこういうのってなんていうか、ちょっと答え合わせしたくなるんですよね。前回の水族から向こう側にいると思うけどっていうところを、こっち側にその谷があるんですけど、こっちの谷に行ってみて、その後こっちの時間があったら尾根を登って、いやこっちの谷から入って上の尾根に出て回り込むか、そんな感じにしてみます今回は。はい、相変わらず雪がねサクサクというかガリガリなんで、これ足音立つだろうな。ゆっくり行きましょう。
あれこれでかいの通ってんな。戻ってきたのか。というわけでね、また失敗しました。きつい、きついな。今日はね、コンディション的には別に悪くはありませんでした。まあ、雪も結構溶けててザクザク音はしなかったし、南向きの斜面に関しては結構葉っぱが乾燥しちゃっててカサカサいってはいたんですけど、まあ、それ以外のところは割と歩いても足音は立ちにくい状況になってたかなとは思います。やっぱり日が当たるところはあんな乾燥するんだね。すごいカサカサになってたな。そんでね、寝跡もありましたし、尾根に出た時にバレたな。当初のプランでは一回、頂上付近に出てから尾根を下る方向で鹿イノシシ探そうと思ってたんですけど、そのね、ちょうど自分が登っている尾根の先にいましたね。それでバレたっていう感じでした。であれ多分だって一頭が逃げていって、それに反応して何頭か逃げたっていう感じの跡はありましたね。チリチリになって逃げたっていう感じの跡になってました。で足跡もありましたね。雪降ってから前回入った時はほとんどなかったんですけど、雪降ってから多分数日の間に割と、足跡は増えてました。戻ってきたってことなのかな。多分ね、自分がこの間雪降った時に探してた谷の一本西側の谷ですねに多分溜まってたんだと思います。それが戻ってきたんだろうなっていう感じです。で最後イノシシの足跡もあったんだよな。あいつどこいたんだろう。あいつは多分ね、もう一個隣の南向きの斜面のあたりにいたんだろうな。で初め取り付いた尾根に関してはイノシシの寝跡がありましたね。多分ね、雪降る前後はあの辺にいたんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、これむずいな。これとてもむずいですね。この見通しの悪い環境で鹿イノシシにバレずに頂上まで行って下るっていう作業が、これ甚だむずいな。これルートどうしよう。これすごい、ちょっと成功する気がしなくなってきました。先にバレちゃうな、いても。でこれね、もしイノシシしかも数がいたらどの尾根にも多分いるって感じになっちゃうんで、そうなったらもうアウトだよな。あとイノシシに関してはね、狙える斜面にいないな。寝跡があった場所もそうだったんですけど、シダの下とかに寝てるんですけどね、それがね、どこの斜面から見ても多分見通しが効かないような場所にやっぱありますね。雪が降ったら多少見えるかなと思ったけど、やっぱダメだったもんな。いや、きつい。これはちょっとこの山での重量はかなりきついかもしれません。やるとしたら一回下のその藪とか刈り払って環境を改変した後でやんなきゃ無理かもしれないな、これ。